こんにちは、ケッツンです。見てくれ、この新しい私の機体。実はこれ、ストーリーを全クリした者にだけしか与えられないスペシャルな機体なんですよね。前回の私の機体も良かったですが、この機体もなかなか渋いでしょう。これはね、敵軍の機体なんですよ。なんかいかにも敵キャラのスーツって感じがしませんか？するよね。このなんかこう釣り目のあたりがいいよな。最初はな、この釣り目の光ついてなかった。ついてなかったよ。で、敵軍のやつが主人公みたいなやつにボルカスにやられて、くそ、もう俺はダメだ、あいつには勝てねえみたいな時にいきなりね、声が聞こえてくるわけよ、このジャベリンから。お前は力が欲しいか、力が欲しいか、我に身を委ねよみたいな感じでブオーンって目の光が突き出すね、いきなり。で、この機体に乗ってとんでもない力を手に入れたという舞台背景さえ感じられるような最高な機体ですよね。ということで、今回もアンセムやっていこうと思うんですけど、バチクソ私成長してるんですよ。見てください、この LMG270 発装填できるんですよね。で、対してもう一つも LMG ですよ。まさにロマンの塊。これ見た見ましたか。こう撃つぞーって時にまずこのクルクルっていうガトリングの、見えるか、このクルクルから始まんねん。速射じゃない、クルクルからのこれ、本当にね、ロマン中のロマン。これ見て、これほら、このミサイル、バスン。まさに私は2002年日韓ワールドカップブラジル代表の重戦車アドリアーノのようになってしまったというわけさ。まさに私は走る重戦車ということで、今回もアッセムやっていきたいと思うんですが、今回はエンドコンテンツについてやっていきたいと思います。まあ、ストーリーが終わった後に解放される部分をエンドコンテンツという風になっているんですが、まあ、これに関してのエンドコンテンツは、ストロングホールドというやつですね。強大なボスが最後にいて、それに向けてちょっと進んでいくっていう感じなんですよ。で、その道中もかなり厳しいみたいな感じになっているんですが、まあいろいろアップデートが入りましてね、まあそもそもレベル30以上の人になったら、コモンとアンコモン手に入らないようになりました。ゲッ、まあレア度っていうのがあって、一番下がコモンで、アンコモン、レア、エピック、マスターワーク、レジェンダリーみたいな感じになっていくんですよ。一番上がレジェンダリーな。で、その下2つがレベル30を超えたらもうドロップしなくなるよみたいな感じになって、いろいろドロップ率が調整されました。まあそれによって、まあハクスラが、いろいろできやすいような形になっているというわけです。ダメージ調整とかもいろいろされたらしい。まあということで、今回はそのストロングホールド、エンドコンテンツどないな風になってんねんということで、エンドコンテンツをやっていきたいなと思います。で、撮影してきたんですよ。私と、ま、カーボンさん、ご飯チャンネル、リュウさんっていう4人で、行ってきたんですが、まあ、その映像をね、とりあえずね、見て。ということで、今回は、アンセムを、まあ、4人の実況者さんみんなで、ちょっと攻略していきたいなと思います。じゃあ、まずはなんか、キャノンみたいなやつ倒しましょう。そうっすね。キャノン倒さないと。OK。うん、いや、多分カーボンさんがキャノン突っ込むと、いや、いいよ、大丈夫、いいよ、自由に感じるままに動いて感じるままに動いてくれて大丈夫あ、オッケー多分カーボンさんキャノン行くとやばいんだよな。やばいっすね、行きたいの。多分ご飯さんとカーボンさんは先手上げないと死ぬ、あ、死んだ、あ、やばい大丈夫カーボンさん助けに行こうと先手な俺じゃないとダメだからあの距離は助けさせてくださいよオッケーよし、いいよ、カーボンさん助けていいよ俺が後ろカバーするえ、結構お、行ったカーボンさん行った任せろ俺もカバー行くよし俺が引きつけてるから、ナイスナイス、助けてナイス、あ、来た、ナイスやればできるなんかすげえボスっぽい、ボスっぽいな、え、ボスかな、ボスっぽくボスっぽくねえかこれ、あ、で、これでプロペラなんか飛んでる、うわ、本当だ、うわ、ほんまや、プロペラ飛んでる、これどうやって倒すのこれ、ダメージ入ってないけど、やばいプロペラ、スピードやばい、あったプロペラの先端になんかあるわ、うわ、無理、やばい、体力欲しいなこれ、あー、死ぬ、あ、プロペラ強っ、
そう、プロペラマジで強い。プロペラダメだね。あ、プロペラか。プロペラ触っちゃうと死んじゃうわ、ごめん。これ助けないで、これ痛ー。あー、すまねー。これダメだね、これ。これダメだね、ここ。やばい、ありがとう。リュウさん積んでる、リュウさん積んでるわ、あれ。ここ積んでるわ。やばい、やばい、やばい、やばい。最終出撃まで20ってあってから、ここ最終出撃。OKOKOK。 プロペラなんか当たり判定あるんで、ゴハンさん気をつけてください。これセンター破壊したら多分いけると思うんだよね。よし、再出撃した。よし、再出撃。お、壊した。ナイス。本体にダメージ入るようになるってことか。まあ、とりあえずでもここのチャンスだ。行くしかないぞ。必殺でぶち込みます。俺も必殺でぶち込みます。はい、ナイス。はい、どこだ。食らってる、食らってる。オッケー。プロペラバトルできた。またかよ。結構ゼロダメばっかりなんやけど。確かに最高6っす。最高6。 あった、背中だ、背中の下の背中、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 背中だ、背中の下の方や。あ、またプロペラ来た。いや、プロペラマンス。いけいけいけ、オフェンス、オフェンス、いけいけいけ。ダブル、ダブル、ダブルで削れてる、削れてる。あとちょっと、もうプロペラやだ、もうプロペラやだ。無理無理。やったー、はい、やったー、やったー。はい、っていう感じのエンドコンテンツになっております。いいですよね。一つの強大な敵に4人でこう立ち向かっていくみたいな感じ、もう PV の醍醐味じゃないですか。まあ、さっきの撮影はまあ、ぶっちゃけ他の方たちはシューティングにそんなに慣れていませんでしたし、レベル自体も低かったので、まあ私にとってはそんなにね、こう心の負荷がグッてかかるようなやつではなかったんですよ。やっぱりこの私ケッツンド M ですから、違うところやりましょう。もっと厳しいところやりましょう。厳しいとこということで、暴虐の渦という別のエンドコンテンツですね、のハードいきます。ハード、イージー、ノーマル、ハードってあって、でハードの上にさらに3つ難易度あるんですよ。最高っすよね。俺の中に眠るド M の心が本当に火を吹いてしまいそう。やっぱり PV は難しくてなんぼやと思うから。さあ今行くぜ。ああ、あそこに、ああいう敵がいるね。ああいう敵はマジで、いや、俺の方向き上がった。俺と対話しようというのかね。お前ごとき、ああ、いける、こいつはいける。おら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 、何、瞬間移動。貴様、痛いとこでその技を。うわあ、やべえ、やべえ、ライフがやべえ。まともに食らったらマジでやべえな、これ。くっそ、一回リロード。おい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 、私の270発のマガジンをフルで撃ったのにかかわらず、奴は倒れなかった。こいつはまずいな、とんでもない世界だ、ここ。うわあ、あ、知ってる知ってる、お前は何回も倒したことある。ははただのタイタンじゃねえか、クソ野郎が。お前なんかにな、負ける私ではないわ。よし、回復を拾いながら奴に近づく。手が弱点やからね。おら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 、どうだどうだ、やべえ、来た、ガード、うぅ、いや、待って、一回のガードでやばい、くわー、ガードが壊れた、死ぬ、やめて、やめて、嘘だろ、私が通用する現場じゃなかった、ありがてえ、うおー、すまね、俺は規制プレイをしている気がする。マジで申し訳ねえ、人々に広めるための動画だと思って犠牲になってくれ。うわ、来た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 、見てこれ、超かっこよくない、これ敵敵敵やばくない、これうわぁ、やべぇ、いや、いいね。いや、こういうさ、マジで、うわ、敵だこいつみたいな敵がいると、すげぇいい。俺なんか語彙力が崩壊してる。こういう巨大な、うわぁ、ボスみたいなやつね。どん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 追加、いや、うわぁ、見た、この、メテオストライクみたいなの。かっこよすぎか、うわぁ、消えた、やべ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 、なんだこれ、なんだこれ、大丈夫、やべ、爆発するんじゃない、うわぁ、うわ、すまねえ、うわ、ありがとう、蘇生してくれてありがとう。うわ、すまねえ、やらかしてしまった。何してんだ何してんだ、落ち着け、中級編落ち着け、平常心だ、平常心を思い出せ。そうか、この雑魚的打ち殺す、やっば、ナイス氷、いや、凍らせれるのマジですげえ。必殺、うん、私の、あ、ビッグマインパクト、うん、ゼロ、え、ゼロ引く、あ、なんか引く、雑魚的に使う。いや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 、多分あれでしょう、
走行の硬いところに当てただけでしょ、私が。びっくりしたわ、ほんまびっくりした。あ、頭が弱え、頭バチクソ弱え。うわ、雷、うおー、かっこいいやべえ、これやべえ、うおー、え、倒した。他の味方がね、強すぎ強すぎた。でもあんな感じで胸アツな敵とかね、胸アツな難易度みたいな感じがエンドコンテンツでどん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 作られていっているので、まあ、これからがとても楽しみなゲームだなと個人的には思っております。はい、ということで今回はこんな感じになります。よければアンセム興味持った方はぜひやってみてください。ご視聴ありがとうございました。